ハチノスってこれ何年も見ない。この授業は平成19年度に、実行委員会を立ち上げまして、20年度からの計画を作成しまして、昨年20年度から授業毎月1回ということで授業を開始しております。で、今年で2年目ということで、4月5月今回の6月と野外活動、そして来月からは各小学校を回りながら木工クラフトやスポーツ、そして体験活動などをいろいろしていきます。なお今回4月5月6月につきましては自然保護委員会から講師をお願いいたしまして、ふるさと塾と共同で事業を展開しております。はい、じゃあ行きましょうか。では皆さん立ってください。その前にですね、じゃあぜひね、せっかくここに来たので薬師様の中に入りましょう。その上で、はい、この薬師様はですね、すごく県の指定文化財ですごく立派な顔してます。この薬師様はいつ頃作られたかっていうのは、いつ頃だっていうかね、800年ぐらい前に作られました。800年ですよ、鎌倉時代と言われてます。これからさっき高橋純先生言ったように危険なところもあります、ね、気をつけて。この一番様に登ろうで、一番様ってのなんだかなと思いませんか？一番の様、ここはね、33観音って33 の仏様があるんです。あ、分かる。それが下から33、32、31ってずっと行って頂上が一番目の。だから登っていくと33観音参りをしたぐらい御利益があるそうです。30から下です。4年生です。バトドッキ1回休むともうできなくなるからってお母さんから言われてから休んだことがありません。今だと葉っぱの出ている木と出てない木があります。葉っぱの出てない木は立ったまま枯れちゃっています。主には今こっちで言った松の木が枯れているのと、あと奈良ですね、一番多いのは小奈良の木ですが、奈良の木が枯れています。これからね、何を作るか順序とか危ないこと説明します。よく聞いててくださいね。もうカブトムシでもいいの、どんどん、うん、どんどん選ばないと。なんなの？お前いいや、考えろ。考えて見せて。おお、すごいすごい。折れたわ。まあいっか。こっちは。糸だらけじゃん。